こんにちは。FX の相場解説についてご質問いただきました。今回は移動平均線の設定日数なんですけども、通常移動平均線って FX の世界で示す1週間の5っていうのを短期に設定しますね。で、中期は1ヶ月を示す20っていうのを設定します。で、長期はこれは2つのパターンがあるんですけども、100日とか200日っていう設定があります。まあ言うまでもなくこれは1年を示すわけなんですけども、私の場合はね、 この数字用いてないんですよもうお気づきだと思いますけどもちょっとね日数が変則的です短期が5日中期がなんと8日そして長期でもたった13日なんですよこの5813っていうのをなぜ設定したかというと実はねそういう設定をした人がいたんで影響を受けたってだけなんですよあしかしですね移動平均線につきましては私はあんまりね相場解説の根拠にしてないんですよ移動平均線がどうだからこうだからってなかなか言わないでしょだからあの いわゆるね MA 理論というのは使ってないんですよね。まあ、ということで移動平均線は単なる模様だと思っていただければと思います。強、ま、い、あ、て言えば動きが極端に分かりやすいってことなんですよね。上昇しているのかそれが転換して下落に向かったのかって非常に分かりやすいんですよ。まあ、その代わり通常は例えば長期とかを100日とか200日で設けている場合やっぱりゴールデンクロスとかねああいうのに気づけるんですけども私の場合は気づけません。ですんですの常に他の時間軸 1>, 1ヶ月とかね1週間とかそれから1日とか4時間とか1時間とか買い足の30分15分5分1分こういうのを上の方にも下の方にも見て1時間を解説するって形になります。今後ともよろししくお願いします。